今年の西武どうですか？西武はもう毎年のことですけど、ピッチャー次第でしょ。まあ先発投手じゃないですか、あそこは特に。まあ、まあ野手もそうですけど、野手も選手の層というか、まあ、あのレギュラークラスはすごくレベルは高いんですけど、レギュラーじゃないベンチの選手が出てきたってなった時のやっぱ力の差が一気にこう開いてしまうので、そこはこう、まあ、2連覇した時っていうのはレギュラークラスの主力が怪我なくやっぱ1年間結果を残したことによって、ピッチャーが打たれてもやっぱ打ち返すっていう、そのもう奇跡的な僕は2連覇やと思うんですよ。ディフェンスっていうのは絶対このリーグ戦とかね、長丁場は大事なんで、それを関係なくやっぱノーガードで最後まで行って2連覇したっていうのはなかなか僕ないと思うんですけど、だからもう一気にやっぱりこう 5位とかそういうところに落ちていく、まあどっちもあるんですけど、じゃあそこが整備できてるかって言ったら、僕は変わってないと思ってます。当時からやっぱ2連覇した後っていうところも含めて、ただその、まあ、開幕投手した高橋光成であったり今井、あの2人がその先発ローテーションのこう先頭に立ってやっていけるようになれば可能性はまだあるかなっていうふうに思ってるんで、僕は今年の西武は予想は6位にしてます。